相良真由のバチッチョー、イエーイ。はい、この番組は私声優の相良真由がパチンコ番組の MC に初挑戦させていただきます。ありがとうございます。とっても嬉しいです。まあでもですね、私だけではですね、とっても不安なので先生をゲストにお迎えしたいと思います。この方です。どうぞ。どうもー。どうもー。お久しぶりです。I'm パチンコモンスタージャンボ。あお願いします。ジャンボ高尾さんです。皆さんもご存知の方多いと思うんですけれども、うんうん、このサップチャンネルで1年間ミスタージャンボというね番組をやられておりまして、私も2回ほど、はい、出演させていただきました。そうですよね、相良さん2回も出ていただいて、はい、ゲストでお邪魔させていただきました。大暴れ。前回ね、大パンとかしてましたもんね。あ、そんなことありました。はい、大パンしてましたから。はい、なんか相良さんと私の新番組が始まるということで。そうなんですよ、はい、まさかのびっくりでございます。いや本当に、まあ、今回はですね、緊急特番という形で私がなんと初 MC に挑戦させていただくことになりました。乗っ取ろうとしてます。いや乗っ取ろうなんて、そんなそんな、いやいやいや、乗っ取られた人の気持ちわかります。悪いけどずっと態度悪いかもしれない。いやいや、ちょっと待ってください。先生ですから今日は。はあ、先生お願いしますよ。まあまあ教えて。本当にあの初めてのことばっかなんで、ジャンボ先生だけが頼りなんで。ここで今回の番組の内容を説明させていただきます、はい。MC 初挑戦の私相良真由がジャンボ先生とともに皆さんにパチンコの楽しさをお届けしていきたいと思います。そういうことなんですよ。だってね、もうね、パチンコのね、うん、その詳しさとか演出とかはなんだか視聴者の方の方が詳しいですから。さらにですね、私が MC として合格だったかをディレクターさんにジャッジしてもらいたいと思います。不合格なら罰ゲームとしてなんと激バズドリンクを飲みます、うん、それ飲んだ方がいい。大パンしたら飲んだ方がいい。ちょっと待ってください。まずその罰ゲームどうこうじゃなくて、もう大パン良くないですからね。そうです、良、まあ、くないですよ。やった記憶はあんまないんですけど。大パンやる人はみんなそう言うんだよ。気をつけてください、はい、今日はやりません。はい、はい、相良さん、はい、じゃあ番組の決めポーズあるんですか。え、どうしよう。それをなんかビシッとじゃあお願いしますよ。そこからスタートしましょう、うん、ちょっとじゃあ決めたいと思います、うん、いきます。相良真由のパチッチョー。それでは実践参りましょう。ハンドルなんだ。ハンドルです。バチッチョー。それでは始めていきたいと思います。よっしゃ行こう。まずは1枚目入れてきます。相良さん見てよ。はい、93,330発出てるって。やば、9万。超えましょう。じゃあ相良さん、はい、このエヴァのスペック説明いいですか、いただいても。これいつも皆さん喋ってるやつですよね、うん、相良さんは実践番組よく見られますからね。はい、見てます、うん、お父さんと一緒にね。そう、パパの見てます、うん、やってきますよ、はい、エヴァは319分の1で、はい、319当たります、はい、そしてその当たりが 59% でST 確変に入ります、はい、59% でST 取れる、はい、でその確変が81% 継続。なんと素晴らしい、 81% 継続の ST に突入と。でその ST が163回、はい、163回転ついてきます、はい、で確変中の当たりは1500確定。よっしゃ、オール1500発、ありがとうございます。合ってますか。合ってます。よし、あれですよね、あと時短が100だ。素晴らしい、時短も100なんだ。そう、そうだそうだ、これが嬉しい。時短が100個必ずついてくる。エヴァのかっこいいところを見たいし、お見せできるようにね、頑張っていきたいなと思ってます。お、青になった。青になりましたね。青保留来ましたよ、はい、さあこの青保留が、お、お、お、さあ煽ってますね。さあ玄道さん、赤いなんかパーマパーマ、リリリリリリ、お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 、このなんかセリフにも何かが、お、お、色が変わる、緑、で緑切った。
あ、発信するよ。エヴァが発信するだけでね、嬉しいですね。嬉しいです、うん、ありがとう、発信してくれ。おお、ストーリーだ、熱い、熱い、熱い、うん、お、まだまだ11回転だよ。あるよ、あるよ。おお、で、いや、あ、はいはいはい、チャンスアップも絡んでる。なんか小学生のチャンスアップも絡んでるよ。いや、なんか熱そうだよ。お、今だ。さあ、シンジ君頼む、決めてくれ。お、なんかさあ、レバーだ、レバー、いけー。ちょっ、ちょっ、行かないの。どうしました。え、レバーガシャガシャした。え、してないです。ダイパンならぬ。え、一回やめ、ダメだったんですけど、復活しろっていうこと。あ、そういうことね、ごめんごめん。そうそう、そういうことです。隣の人がやってたら怖い、レバーガシャガシャやってたのかと思ってさ。そんなことしないですよ。俺ちょっと怖いから違う台打とうかな。おい、ちょっと、なんで。え、どうしました。反射的に多いって言ってた。え、どうしました。一応10個ぐらい年上なのに。え、相良さんがそのちょっと口が荒いとかってファンの人はバレてるんですか。そうですね。あ、ちゃんとバレてんだ。まあ、なんか清楚で売ってないんで。うん、はい、わかります。はい、そうなんです。はい、もういい年になってきたんでね、気をつけようって気持ちあるんですよ。あ、なるほどね。やっぱり年齢を重ねてくると。確かにね、ちゃんとしたね、言葉遣いで、うんうんうん、大事大事、それも大事よ。気持ちはあるんですけどね、うん、やっぱり向きになっちゃうとどうしても。なるほど。チャンスアップは、武器はなし。ない。さあ、ここのカットインが大事。ある、ある、ある、全然ある、全然ある。え、正解だ。全然ある、マジで。あ、まあ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 、優しくいこう。今日は初めからね、きつくしてたら当たるもん。もいや、初めからきつくしてましたよ。してないしてないですね。怖かった。あれは気合を入れたらこうなったんですよ。あの気合入れのおかげで多分今こうやってね。やめてください、その体罰で強くする部活みたいな言い方するの。いや、でもなんかさっきから結構暑いの来てるんですけど、はい、騒がしい。AT フィールド全開とか、はい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 、はい、けどやっぱ今一歩ちょっとなんか足りない。なるほど。あそこで当たんないのかっていうのがちょっとあるんで、なんかやる気はあるけど空回りしてるやつみたいな、うん、そう、はいはいはい、一回ちょっとやっぱ違うとこも行ってみたいな。なるほど。これはもう相良さんの番組ですから。いいですか。それはもちろん自由でございます。やった。行きましょう。今までダイエットしたことなかったんで。しましょう。ちょっと、ね、初めてのダイエットしてみたいと思います、うん、そうしましょう。行ってみましょう。いいねくれなきゃ怒るよ。パチッチャオ。よし、ということで移動してきました。はい、確かにね、大移動することもね、パチンコの楽しさの一つですから、うんうんうん、僕はプライベートでね、はい、めちゃくちゃ大移動するタイプです。あ、そうなんですか。はい、もうちょっとでも、あ、この台やる気ないって感じたらもう移動します。え、ちなみにその大移動した後に、うん、帰る時とか自分が打ってた元の台見たりします？はい、いや、俺だから大移動めっちゃするんで、そんな思わないです。あー、なるほど、はい、だから1ヶ月だけ付き合った彼女だったらそんな未練ないじゃないですか。あ、一瞬だけだったらみたいな、はい、私なんかそれがあるから絶対。今回はだから珍しい決断ですよね、言うなれば。いや、そうなんです。やっぱ普段やらないことやってみようと思って、うん、新たな私のね、うん、はい、いいことですよ。あと今日の目標、カオルくんを見たいってのがあります。1個見ましょうよ、カオルくん。カオルくんを見てみたい。じゃあ最近は結構一人で家に行くときはいろんな台を打たれるんですか。自分はそうですね、はい。機種は一緒なんですか。いや、全然全然。あ、機種も違うんですね。もう全然。そうなんだ。私それこそ最近だったらスマスロのソードアートオンライン、あ、そうっすか、は打ちました。へえ。やっぱソードアートオンライン好きなので、そういった意味でもやっぱアニメ好きの皆さんは自分のね好きな作品の台から触ってみるといいでしょうね。意外とハマっちゃったりするんじゃないかなってね、個人的には思います。俺結局エヴァもパチンコから見ましたしね。あ、そうなんですか。はい、で最近延々の消防隊のパチンコがめっちゃおもろくて、ほいほいほい、でそこから見ましたし、アニメも漫画も。ジャンボさんは結構こっちから入ることが多いです。多いです。お、また走ってるぞ。よう走る台ですね。走ってますね。アピールしてますよ、ランニングして。やる気あるぜって。あ、新宿までいかなかったですけどね。いや、でも動きがあるよ、うん、
俺結構一番重視しますよ、動きあるかどうか。あー、はい、演出が。そう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 、オカルトはオカルトじゃないっていう言葉が ね、パチンコ知らない方ありますから、はい、それこそパチンコいろんなそういうオカルトだったりなんか、うん、それぞれの人のルーティーンとか、うん、ありますあります、そういうのも面白いですよ、うん。私は台をやっぱ機械じゃなくて人と捉えてるんで、はい、で言うなれば私は部活の顧問ですよ。なるほど。でやる気のない生徒をやっぱスタメンにするわけにはいかない、うんうんうん、でも例えばこういろいろ当てそうってしてるやつは俺の目の前で素振りをしてるようなもんですよ俺当てますよみたいな。なるほど。だから俺はそういう素振りをするやつを使いたいと。やる気はあるこう、はい。あー、ついに1枚目が消えてしまった。さあ2枚目で仕留めましょう。なんとかね、なんとか、うん、なんとか当たってくれますように。よいしょ。生きてるか、生きてるか、頼むよ。やっぱちょっと静かだな。我々ってパチンコ台の中に干渉することできないじゃないですか。そうですね。でも唯一干渉できることがあるとすればカスタム。あ、そっか、これもカスタムありますもんね。そうなんです。なので私はちょっと最近動きがないのでレバブルをなんとオン。レバブルをオンにするとですね、皆さん大当たりするときにだいぶほとんどの確率でこのレバブルが絡む。なるほど。え、逆に言えばレバブルがしなかったらあれ当たらないのかなと思っちゃうような。え、じゃあ全部オンにしてみよう。これでもエヴァはまあそうでもないです。全然レバブルなくても当たります。はい。でレバブルした瞬間に信頼度 90%。 インパクトフラッシュアップでもあります。インパクトフラッシュはテテペテテペテみたいな聞いたことありません？なんかあります。テペテペテみたいな、はいはいはい、あれは鳴った瞬間に確変確定なんですけど、それが鳴る可能性も大幅に上がります。オンにしよう。というような感じですね。こういう通常時何もない時って実践動画だとどういう話をしてるんですか？でもこれ悲しいことを言いますけど、はい、カットですねなるほど。はい、ほとんどは実践動画のやっぱ通常はカットされちゃう、うん、まあほとんどは実際パチンコ打ってる時なんてね静かにしてますからね。まあそうですね、実際打ってる時は、うん、それこそスマホのアプリしながらとかありますね。はい、よっしゃー。え、なになに、サンラックスもっと、うわー、ロング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 、金枠だ、ロング熱いですよ、ロングは熱い。さあ、でもレバブルはしてない。レバブルカスタム入れてますけど、さあ、おしよしよし、偶数後ろ。お、さあ、はい、あー、なになに、プレミア、え、プレミア、プレミア出た。すごい。うわー、懐かしい。一蓋ぐらいからあるプレミア。おー、うわー、ありがとうございます。当たり確定です。え、確定ですか。はい、プレミア出てます。いや、嬉しい、マジで。さあ、黄色だ。さあ、ブルりますしね。握って待ってよ。あー、気持ちいい。気持ちいいです。ありがとう。おめでとうございます。よし、ここから、こっからですね。 ST に行くんだ。さあ、見せてほしい。さあ、格言が欲しい。さあ、来い、行け。で、ボタンガンガン押して、シンジ君が出たら、シンジ君が出たら、シンジ君はない。あ、ただ嬉しいです。ありがとうございます。当たるだけ、はい、時短が100個、当たるだけ、時短が100個つくんでね。ありがとうございます。おめでとうございます。ここからなんとか時短で。レバブルカスタム入れてもやっぱ全然当たるんですよ。あの、レバブルしなくてもね。そうですよね。そうそう、さっき、そうだ。さあさあ、行きましょう。皆さん、確変とか時短とか、もしかしたら、確変って何の略かって言ったら確率変動の略なんですね。確率変動っていうのは、そのこれが319分の1で当たるところを、ST っていうのは、まあ、163回転で終わっちゃうんですけど、99回転に確率が変動する。これ確率変動ですね。で、時短っていうのは、あの、319分の1を100回転出玉を減らせずに、打たせてくれるっていう楽しい時間ですね。あ、今更後悔しましたわ。相良さん考案の眠り打ちっていう秘技があるんですけど、あ、はい、その秘技をやってもよかったな。皆さん、眠りながら打つだけで当たりを誘発できるという
これは坂田さんが考案した技ですもんね、はい、です、うん、やっぱ当たれって思ってる時よりもちょっとこう分かる、無欲の方がね、うん、後ろが当たる気がするという、うん、分かりますよ。皆さんもだからアプリのガチャとかでこう当たれって思うよりもなんか寝起きとかでポンってやった方が当たりやすいみたいな。なるほどね。そういうのがあったりする。うわ、俺パワープロでやってましたわ、寝起きガチャ。やってました。そう、でも案外その寝起きだから無欲だよって思うことで欲が出てるんですよね。そう、うまくいかなかったっすわ。目が光ったら8点。こっと8点だ。お、さあどこに8点。お、え、ストーリー、はい、さっき外したやつですよね、うん、急に来ましたね。さあ頑張れ頑張れ、ストーリーは来たよ、頑張れ頑張れ、決めよう。いやでもどうなんだろう。さあ頑張ってください。次こそいける、大丈夫、頑張れ、ほら、だ、まあ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 、いいよ、許してやろう、大丈夫だ、多分やる気を見せろって言ったんでね、多分やる気見せてくれたんだよな、いいよ。すごい自分に言い聞かせてる、怖い。いやもう許してない人の許すだったから怖い。そんなことないですよ。でもやっととりあえず動いてくれて、わかります、今素振りをしてますから、相良さんの目の前でしてくれてる。監督、俺を使ってくださいって素振りしてますから。でもやっぱあれですよね、自分の好きな作品がこうパチンコになったりしたらすごく嬉しいじゃないですか。うん、そうですね、ね、相良さんもそう、さっき言ってたようにね、 SAO だ、 SAO です、うん、自分の好きな作品のパチンコから打ったら楽しめたり、うん、はい、うん、相良さんだ、例えば、はい、こういうアニメが、うんうん、とか漫画とかがパチンコになったら嬉しいとかあります？わー、いっぱいありますけど、でも有名どころだったらワンピース最高。私ワンピース好きなんですよ。最高、ワンピースがもうパチンコ最高。なんかやっぱアラバスタ編とかでこう丸々編でシーズンとしても出せそうじゃないですか。トラジマ編とかこう、だからアラバスタ編のあれだ、クロコダイル対ルフィが星 4.5 ぐらいですね。でゾロ対ミスターワンが星4ぐらいですね。でサンジ対ボンクレが 3.5、 はいはいはい、でナミ対フィンガー、あーはいはいはい、でしたっけ、あいつが星3で、ウソップが 2.5 だ、ウソップ、最高、マジおもろい。あとなんか爆弾をなんかうまく打ち上げ、こうちゃんと持っていけたら、うんうん、みたいなのか、あ、だからあんまり当たらないけど、そうそうそう、あのペルの破天、はい、え、破天、あ、ほんとだ、イエー、ちょうど短期だ、3枚目を入れようとしたところですよ。入れなくて済む、もしかして、短期今お短期短期だ、熱いぞ、短期熱い、全員じゃないぞ、この3枚目を握ってたらまさかの短期熱い、ある、全然ある、ある、一回置こう、一回一枚挨拶置きます、初号機の短期あるよ、お、急に来た、で、武器ルート欲しい、うーん、ノーマルルート、あ、ノーマル、ただカットインが金欲しい、全開が欲しい、エーティフィールド全開しろ、全開ありそう、うわー、ないか、でもまあ全然ある、全然ある、本当ですか、うん、短期絡んでる、ほら、ほら、は、え、嘘、え、当たるの、びっくりした今、もう私はダメだと思ってた、ごめんな、失礼な話だよ、よくやってくれた、このまま各変行こう、これ今ね、ほんと昇格したくないと思ってると思う、いやいやいや、エヴァは、して、ごめんな、許してほしい、本当に、許してほしい、本当に、昇格だ、ありがとう、許してくれました、許してくれた、いや嬉しい、誰のことも信じてくれな、俺ずっとあるって言ってたのに、ごめん本当に、ね、頼むよ、ごめんジャンボさん、ごめん、いやでもこういう時が一番嬉しいです、でもそうそう楽しい、あ、じゃあもうカオルくんモードにしてもいいんじゃないですか、カオルくんみたいなら、あー、これだ、そうカオルくんのね出現率上がりますし、ここにカオルくんが出る可能性も高くなる、ここ、はい、思いを込めて、思いを込めて、 Go! 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 さあ、ここからリーチかかるかどうかですよ、エネルギー反応があるが、これはね、街が燃えてないと、あ、まあだいぶしんどいですね、もうちょっと壊滅状態じゃないと、信じてるよ、さっきはごめんな、本当に信じてるよ、あ、街は燃えてない、
一個一個勉強していくんですよ。町は燃えてないんだなとか。素晴らしい。赤い。え、あ、熱い熱い熱い。めっちゃ熱いです。残り71回が赤い。そして新宿まで来た。あ、なんか熱そう。めっちゃ熱いですこれは。赤い赤いよ。よし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 。熱い熱い。発信する。これは外したらつらたんです。そんなかそんな熱いんですか？うん、いけるよお願い。いけるいける。71回が赤く光ってた。さあボタンかレバー。レバー来い。レバー来い。あボタンか。なんでそっち？いやわかわかる。いけるいける。絶対いける。えい。今大パンしようとしなかった。してないしてない。パンの後こう振りかぶってたけど大丈夫。ダメ信じよう大よ。大事なのは信じることパチンコは。よし。さあテンパイくれテンパイくれ。行こう行こう。なんか揺れてます揺れてます。ああほらほら。あ燃えてる燃えてる。熱い熱い熱い。お。熱い。お。さあアスカだアスカ。行こう行こう。信じてるよ。さあアスカさあタイトルは白だけど全然熱い。信じてます。頑張って。信じようこの子を信じるんだ。レバー。ボタンだ。いやボタンでもいける。絶対いける。いけ。大丈夫大丈夫大丈夫だよ。一個だね。どうしました？一個だね。まだまだ君は参るよ。あら、カオルくんだよ。マイクが死にました。パーンって。ああパーンってマイクが死んだ。相良さんの相良さんのマイクがああパーンって死んだ。あーボーン爆破みたいにしました今。はい、あ。熱熱熱。あー。レインボー。レインボー。何これ。殴るかオラ。殴られたくないなら出ろオラ。よし。おお。あー。来たー。一緒に ST 走りましょう。合同練習しますか。やりましょう。チャンネル登録よろしくね。